カジー・ラッセル、カジー・ラッセル、キャジー・ラッセル、1944年6月7日台は、アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA で活躍した、元バスケットボール選手、イリノイ州シカゴ出身。カバー高校に通ったラッセルは、1962年のシーズンには、平均25得点を記録し、同校をシカゴ市のチャンピオンシップに導いたことで一躍、注目を集め、 卒業する頃には50以上の大学から勧誘を受けるまでになっていた。勧誘に訪れた人物の中には、シンシナティ大学出身のオスカー・ロバートソンもいたが、彼が進学先に選んだのはミシガン大学だった。ミシガン大を選んだ理由には、ビルバンティンとプレーできること、また同校は基本的にフットボールの大学であり、プレッシャーが少なくて済むというのもあった。ラッセルは、 ミシガン大バスケットボールチームに栄光の時代をもたらした。ラッセルは2年生の1963から64シーズンの公式デビュー戦。当時の NCAA 規定により1年生は試合に参加できなかったで、いきなり30得点を記録し、シーズン通算670得点は同行の新記録となった。ラッセルとビルバンティンに率いられたミシガン大は1948年以来となる。 ビッグジュートーナメント制覇を成し遂げ、NCAA トーナメントでは、ファイナル4進出を果たした。1965年の NCAA トーナメントでは、決勝まで勝ち進み、ラッセルは28得点を挙げるが、ビル・ブラッドリー率いるユーシアレイの前に敗れた。1966年の NCAA トーナメント決勝では、地区決勝で敗れてしまったが、 ラッセル個人は30.4得点8.4リバウンドフィールドゴール成功率51.8%フリースロー成功率82.8%を記録し AP 通信選出のカレッジバスケットボール年間最優秀選手に選ばれているキャリア通算2163得点平均27.1得点1966年の カンファレンス決勝で挙げた48得点は同行の新記録となった。ラッセルがプレーした3シーズンの間、ミシガン大のホームアリーナ、ヨーストフィールドハウスのチケット入手は非常に困難であった。この1923年に建てられた古い総合体育館にラッセル見たさに詰めかけた監修を収容するのは不可能となり、ミシガン大は1965年から、 ヨーストフィールドハウスの2倍のキャパシティを誇るライスラー、アリーナをホームとすることに決定した。このアリーナはしばしば、カジーが建設した家と呼ばれており、現在アリーナの天井には、ミシガン大の永久欠番となった、カジーの背番号33が掲げられている。ラッセルは1966年の NBA ドラフトで流行る全体に1位指名を受けて、ニューヨークニックスに入団。 ルーキーイヤー以来順調に成績を伸ばし、1968から69シーズンにはチーム2番目となる18.3得点4点にリバウンドを記録した。ウィリスリード、ウォルト・フレイジャーら優秀な人材を揃えたニックスは1969から70シーズンには60勝を挙げ、プレーオフを勝ち抜いてついにはチーム史上初優勝を遂げる。 ニックスにとってはまさに前世紀と言える、この時期を、ラッセルは主に、シックスマンとして支えた。ニックスの初優勝は、第七戦における、リードの故障を押しての気迫のプレーが有名だが、しかしこの強行出場が災いして以降リードは、怪我に悩まされ続けた。このためニックスは、リードに代わるポストプレイヤーを探すようになり、そしてラッセルは1970から71、 シーズンを最後に、ジェリー・ルーカスとのトレードのためにゴールデン・ステート、ウォリアーに移籍することになった。ニックスでは、ベンチスタートだったラッセルは、ウォリアーズでは、ネイト・サーモンド、ジェフ・マリンズらと共に、チームの主力を担うようになり、移籍1年目の1971から72、シーズンは21.4得点5.4リバウンドと、大きく、成績を伸ばした。 ラッセルはこのウォリアーズで全盛期を迎え、このシーズンには初のオールスターに選出され、1973から74シーズンにはキャリアハイとなる23.6得点を記録している。フリーエージェントとなったラッセルは1974から75シーズンにロサンゼルスレイカーズに移籍。レイカーズに移籍したその年、故障で、 シーズンの半分を欠場したラッセルは1975から76シーズンには、ひとし11.8得点まで成績が落ち込んだが、翌1976から77シーズンには16.4得点まで持ち直した。しかし新シーズンが開幕する直前に、突然の解雇を言い渡され、ラッセルは3シーズンでレイカーズを去ることになった。ラストシーズンはシカゴブルズで過ごし、 1977から78シーズンを最後に現役から引退した。NBA 通算成績は12シーズン817試合の出場で12,377得点3,068リバウンド、平均15.1得点3.8リバウンドだった。引退後はコーチとしてのキャリアを歩み、1981年には クバのランカスターライトニングのヘッドコーチに就任し、1981から82シーズン優勝に導いた。リーグ決勝戦では故障者の発生により現役復帰も遂げている。1996年からはサバンナ美術大学バスケットボールチームのコーチとなっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。